はい、今回はアミーボなんですけど、ちょっとね、数日前に調べていたら、あのアミーボカードがすごくねレア化していて、あの高いのを見つけてしまって、うわこんなにするんだということで、ちょっとねいろいろと調べてみたんですけど、まあまずはね、どんなものがレア化したい、レア化っていうのかな、レアでかつ高騰化しやすいかっていうのをチェックしていったんですけども、まあ一般的にね売れてるやつとか、うん、人気キャラクターなんかはまあ買ってる人も多いため、そんなにレアでかつプレミア化しないというのがね、まあ定番というか当たり前のことなんですけど、まあいろんなアミーボ出てますけど、まあ特にね最近、まあ正確に言うと去年の年末あたりからアミーボがねかなり出荷されました。まあそういったこともありまして、一時期すごい高騰していたアミーボもこの時期でねガクッと下がりました。まあこうやって見てみると、やっぱりね、なんだろう、ダックハントとかこのピクミンとか、ピクミンね、あとはロボットとか、あんまりこう普段馴染みがなくて、でも知ってる人は知ってる、である程度欲しい人がいるっていうのは、まあ今後ね、市場から消えていくとまた高騰化していくんじゃないかなと思いますよね。まあこのピクミンもスマブラ用とね、ピクミンシリーズ用のアミーボが出てました。まあこうやって見るとピクミン用はね再出荷されてませんので、未だにちょっとねレア感があると思います。その他、先ほども言いましたけど、ね、このロボットで左側のねグレーのやつは北米版になります。その他アイスクライマーとかね、ダックハントなんかは、まあ普段なかなかフィギュア化されないので人気があると思いますよね。ただ最近は再出荷されたため、価格的にはね下落傾向になります。そしてこちらマイクラですね。名前忘れちゃったけど、スティーブとなんとかなんだけど、こっちがね値崩れしちゃいまして、最後200円ぐらいになっちゃってました。でファイアーエンブレムシリーズも品薄になってくる、市場から消えると高価になりやすいアイテムの一つですね。うん、やっぱり人気キャラなんでしょう。そしてこちらもね、ファイナルファンタジー7のクラウドとセフィロスになりますけど、まあ違うバージョンもありますね。ピット君、パルテナシリーズですね。パルテナ様とピット君、ブラックピットもあります。こちらもね、一時期レアだったと思いますね。そしてこちらもね、品薄になるとすぐボーンと価格が上がるベヨネッタですね。ベヨネッタ。そして普段なかなかフィギュア化されないであろう、こちらのね、お二方も、シモンも、今映ってませんけど、シモンもいますけどね、なかなか価格が上がっちゃう筆頭だと思います。で、こちらはね、シルバーのギンガムチェックが土台になってますけど、マリオシリーズのね、アミーボになりますけど、まあ比較的出荷量は多かったため、値上がりはないんですけど、あんまりね。ただこの中央にいる白いマリオ、ピーチ、クッパね、結婚式用のね、これはなかなか、3個揃っていると高いとかありますね。あとはね、この中ではクリボーとか、ノコノコがね、プレミア化されてますね。なので、まああんまり要するに生産数が少ない、当時購入した人が少ないのはやっぱ高いのかなって気はします。では次行きたいと思いますけど、次はね、マリオの、まあ、対局にゼルダですね。ゼルダシリーズ。こちらもね、去年の年末大量に出荷されたため、まあ当時レア化していたものもガクッと下がりましたね。現在もまだね、売られてます。再出荷以降、あんまりこう、売り上げが芳しくないのか、特にゼルダシリーズは結構残ってますね。うん。でかつてね、値段が高かったのが馬に乗ってるリンクとか、そちらはね、結構高かったと思います。で、英傑系もね、ちょっと高めに推移してましたがね、最近出荷されたため落ち着いています。ウルフリンクなんかもね、ちょっとね、レアになりやすいアイテムかなと思いますね。うん、そんな感じでしょうか、ゼルダシリーズ。あとは、こちら。メトロイドですね。メトロイドの中で、まあ、特にレアになっているのが、一時期になってたのがこのね、なんだ、ダークサムスね。まあ、こちら最出荷で今は安くなってます。で、こちらです。メトロイド2リターンズのね、こちらですね。非常に高価になってますね。
あの 3DS 末期に発売したためほとんどこう注目されていなくてね、結構現在高値で推移しています。再出荷もありませんでした。そしてスプラトゥーンにも戻ってきましたか。これはねスプラトゥーンですね、古いスプラトゥーン1と2になりますけどね、ここには映ってませんけど期間限定のねライムグリーンの、ガールなんかもいたんですが今ちょっとねここには映ってません。まあそういったものはちょっとねレア化するかなと思ったらなんとね出荷されたんですよねライムグリーンいたんですよ。あここにシモンいる。シモンこういったものね普段フィギュア化されにくいものなんかはすぐにねあの第一便で買っとかないとあのなかなか手に入らないと。欲しい人もねあんまりいなくてでレア化して高くなっちゃうんですよね。躊躇せずに買うと。あのキングクルールなんかもね高いんじゃないかなと思います。クルールでいいんだっけ名前実はあんまり知らないんですよね、こちらはねなんだろう、まあ、スマブラシリーズだけどね、まあ、最近出荷されたものが多いためそんなに高くはなってないかなと現在は。まあ、この辺もねただね品薄になると要注意。ここで注目点はねこのねチビロボなんかもそうなんです。チビロボでもそんなに高くなってないんですね。竜なんかはあの高くなりやすいのかなって思いますけどね。まあ、パックマンソニックフィギュアとしてはいっぱいありますのでねそこまでじゃないのかなって気はしますが、まあ、多少レア化してましたね。で一番はね後ろにいたあの、まあ、この中でねミーファイター後方にいるやつですけど3体ねちょっと高価になっています。さあこちらです。まもなくあのスイッチでも、PS4、5でもねプレイすることができるモンハンストーリーズ1ですけどね、まあ、当時 3DS でリリースした時にアミーボがねカプコンから発売となりました。当時はねあんまりこう多分出荷数多くなかったと思います。現在非常に高値だいたい1体1万円ぐらい下手すると2万円ぐらいで取引されているものもありますね。今回もね再出荷ないと思いますけどね。はい、ということでもう全部やってると腰が痛くなってきたんで一気にまとめてやろうかと思いますが、この辺はねファイアーエンブレムぐらいかなレアなものはね。ただ最近出荷もされましたんでそこまでって感じ。あこれです。アミグルミアミーボ、こいつがまあ編み物ですね。編み物で特に高いのがこのビッグヨッシーですね。でかい編みぐるみなんかはねまあ現在も1万円ちょいで推移してますよ。こちら動物の森シリーズはね実はかなり安いんですね。どういうわけか当時リアルタイムでも安かった。そしてゼノブレードファンにはなかなかたまらない。まあ実際いろいろフィギュア化されてますんでまあそこまでって感じはしますけど、まあ2000円そこらでね手に入るまあ簡易的なフィギュアと思えば非常にクオリティの高いものになります。現在もね販売中ですのでシュルク以外ならば簡単に手に入ると思います。さあアミーボって任天堂のイメージがありますけど実はねカプコンからもねサードとして出していますよね。この中ではね3体がカプコン製になります。ここに書いてあります。カプコン。このねスマブラのロックマンだけは任天堂になりますけど右側のねロックマン11に関して言えばカプコン製のアミーボになっています。まあサードでね参加してるのはカプコンぐらいなんでしょうかね。まあこんな感じでね実はサードにも開放されているアミーボといったところでしょうか。そしてカード型アミーボですけどこちらのねサンリオとコラボした動物の森のねアミーボカードはかつてセブンイレブンだったかなかなんかでしか買えなくて、途中レア化してましたけど現在はね普通のお店で買えるようになってます。でカードのねこうなんだろうレア度っていうのは本当なんでしょうかねニーズというか需要と供給次第で、まあ、物によってね少し高いものもあればほとんどただに近いようなものもありますよね。まあ、こんな感じで結構ね相場が変動してるかなと思いますがだいたい人気キャラクターはやや高めに推移してます。まあすごい高いわけじゃないですけどねカード型は。まあそんな感じです。ということで現在突出して高いアミーボベスト3というかまあベスト3というかねまあ3つですね上位3つをね述べてみたいと思います。
で自分ちょっとね一つ持ってないものがありまして、キャラパチとかピコプリという雑誌にね付録していたアミーボカードがあります。動物の森のねアミーボカード、2016年ぐらいのものが現在非常に高値になってます。まあ雑誌付録ということで極めて数も少ないということでね、まあだいたい3万、6000円ぐらいで推移してます。そしてこちらですよ、まあキュービーと言いますね。こんなのいたって感じな人もいるかもしれません。キュービーシリーズに唯一のアミーボということでキュービーというものがあります。これねハルケンなんですね。ハル研究所、こちらのカービィに対してキュービー、キューブ状だからですね、このキューブ、まあ何のソフトについていたのかなということで箱ボーイなんですけど、箱ボーイのキャラクターですね、3DS スイッチにソフトは出ていますけどね、まあそのキュービーさん現在非常に高値になっていますね、再出荷もありません。だいたいそうですね5万円ぐらい、5万円超えてきます。そのぐらいの価格となってます。そして、まあ、現在おそらく最高峰じゃないのかなと思いますけど、こちらになりますね。どれだよって感じで、まあ、パワープロなんですけど、まあ、Amazon で購入した時の店舗専用のね、専用店舗限定かな、早期購入特典のこちらです。早川葵ちゃんというんでしょうか、知らないんですけど、こちらのねシートが現在販売価格どうでしょうね、6万7万と言われていますね、うん、だからまあ買い取りもそれなりに高いんじゃないかなと思いますが、こちらのキャラクター実は現在6万円相当で販売中ということですね、当然価格はね毎回変動しますんで一概には言いませんけど、まあ本日現在だいたい6万円ということになってますということでね、いやこの世界もね本当にねやばいですよね。こんな紙プラみたいなカードがあって感じがしますけど、要するに供給量が少なくて欲しい人がいっぱいいれば当然高くなるということですね、といった感じで、うん、特にねキュービーなんかね買いそびれたっていう方はねなかなか現在高すぎて買えないっていう方もね結構声が上がってますんでね、本当にねもう一度頑張ってキュービー出してほしいなと思うんですが、そもそもアミーボがね続くのかという問題もね前回お話ししましたけども、まあそんな感じで、まあアミーボ高いやつをねちょっとセレクトしてみました。いやー本当に、ね、アミーボどうなっていってしまうんでしょうか。このままね終了してしまうとまたねだんだん物によってはレア化プレミア化していくんじゃないかなと思います。ではまた。